メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手が全国の小学校に寄付しているグローブが県内にも届きました。クリスマスプレゼントに子どもたちも大喜びです。みんな来て、左これグローブが来たよ。九重町の東半田小学校にはグローブ3つが届けられました。小学校は冬休みに入っていますが、学校に遊びに来ていた子どもたちは早速キャッチボールなどをして楽しみました。ここにサインが入ってて、色も大谷選手のグローブに似ているのですごいです。野球部じゃないけど、やっぱり一回は投げたりキャッチしたりしてみたいです。学校では年明けから体育の授業などで使う予定です。大谷選手は全国の小学校に合わせて6万個のグローブを送るとしていて、県内では今日中津市や肘町などにも届いています。